緊急事態宣言の解除が決まり、明日の再開を待つ京都市動物園。閉園していても動物たちに餌はもちろん必要で、チンパンジーたちにもちょうどお昼ご飯の時間が来たようです。食べているのは白菜や大根などの野菜。これどこから来たかというと、こちら弊社の主力の半割大根っていう商品なんですけども、ここの青首の上の部分、ここにあります。京漬物の老舗大安です。この大根の葉っぱの場合は非常に繊維がきつくてですね、浅漬けの場合だとちょっと美味しくないですね。なのでこの部分は切り落として廃棄という形になっています。大安では野菜の使わない部分を年間でおよそ200トン廃棄していて、その一部を動物園に寄付しているのです。本当に嬉しい限りですね。我々が協力できるというのは、それこそ SDGs というかね、サステイナブルな、そんなサイクルが回ればいいのかなと思っています。京都府漬物協同組合と動物園の間で始まった取り組みで、ダイアスが動物園と調整して今年の春から週に2回合わせて30キロの白菜と大根を運び込んでいるのです。廃棄部分とはいえ、元は厳選して仕入れた野菜です。大根も白菜も今からが旬ですので。そうですね、はい、そういう意味ではもっと楽しみ、動物も美味しく食べられると思います。楽しみだなと思っております。はい、よりすごいのいい野菜もらってんのかなとも、ちょっと羨ましい部分ありますね。こうして届けられた野菜は飼育員が動物に合わせてカットしていきます。寄付をいただけるようになって、これをベースに、栄養計算をしました。あ、これは、フサオマキザル用の餌で、体は小さいのでちょっと細かめに切ってます。こっちの軸というか、このちょっと残った部分はあの月のワグマにあげてます。動物の餌の寄付が始まった背景にあるのは、京都市が直面している厳しい状況です。このままでは10年以内に京都市の財政は破綻しかねません。市債の残高が1兆3000億円を超え、財政破綻の危機に陥っている京都市。市営のバスや地下鉄の敬老パスの交付年齢の引き上げなど、市民サービスも見直しの対象になっています。そんな中、市営である動物園も、今年改修する予定だった猿たちが暮らす猿島、1937年に作られ、真夏にはエリア内の気温は52度になったことも。そのため温度調整ができる施設に改築される予定でしたが、一転工事は白紙に。動物の命になる餌については確保されていますが、予算としてはあのちゃんと、はい、まあ、つけていただいているんですけども、その中で、まあ、動物園としていかに努力できるかというところに取り組んでいるというところです。だいたい6000万円ほどかかりますね。まあ、今年年間通して取り組んだ場合600万ぐらいの、まあ、効果になるんじゃないかというふうには考えてます。京都市があらゆる分野で経費削減を進める中、動物園も節約の工夫をという要請を受け、今年度から本格的に餌の寄付を受け付けることにしたのです。寄付はさまざまなところから。この日は JA 京都市から野菜が届きました。農家さんの畑見たら規格外で捨てる野菜っていうのがすごい多かったので、個人的にやっぱりもったいないなっていうのはすごい思ってたんですね。もう結構ガツガツというか食べてくれたんで、やっぱり新鮮な野菜は美味しいんかなっていうのはやっぱり思ったんで。
キュウリが大好きな怠け者。寝起きでもペロリと平らげました。この日にはジュース屋さんから凍らせた状態で届いたメロンの絞りかすも。メロンは今回初めて揚げてみます。絞りかすとはいえ高級フルーツ。締めて今日のランチおいくらでしょうか。今日はリンゴ以外が寄付なので、リンゴの値段だけなのでほぼ0円ご飯です。はい、初めてのメロンは独り占めしたいくらい美味しかったみたいですね。財政難をきっかけに本格的に始まったこの取り組み。餌の調達は動物の安全などを考慮し、登録業者からの購入のみとなっていましたが、危機的な状況を受けて運用を変更し実現しました。寄付は餌に見えないこんなものも。造園業者が廃棄するはずだった枝です。動物にとって毒になる木が混じらないように動物園が指定した種類だけを持ってきてくれることになっています。この日寄付されたシラカシはゾウの大好物。高いのでそんなにこんなにいっぱい量はあげられなくて、今はいっぱいあげられるのでみんなハッピーというか、とてもいいことだと思います。実際に動物が食べるところを初めて見るという造園業の広田さん。動物や園にとってはもちろんハッピーな取り組みですが、広田さんにとっても嬉しいことです。すごい食べますね。ただただびっくりしましたね、すごい食べて、はい、いつも京都市の清掃局の方に持ってって、まあ、お金出して処分してましたね。ありがたいですね。今現在は21の企業生産者様と取り組みを進めさせていただいています。餌をそれだけ基地の節約できているですとか、まあ、そういった端材を使ったりですとか、まあ、環境を考えた取り組みが、まあ、できるという意味では非常に大きいと思いますね。動物園をいかにその持続的に安定して運営していけるか、市民の方ですとか動物園をまあサポートしていただける方たちとどういうふうに連携していけるのか、いろんな方たちに協力していただきながら動物園の運営というものをより良いものにする。財政難がきっかけとなったこの取り組み、やってみると地域の輪の中で節約だけじゃない効果が生まれているようです。